そこは捨てられた人々の島だから、彼女がこの島に来ることなんてありえなかった。この物語はどうしようもなく彼女に出会った時から始まる。七草。真鍋、久しぶりだね七草。わあ、うん、久しぶり。2年ぶり？大体そんなもんじゃないか。君に聞きたいことがあるんだけど。うん。ここはどこなの？階段塔だよ。聞いたことないな。地図にも載ってないらしい。どうしてそんなところに私がいるの？知らないよ。じゃあ七草を？それも知らない。自分のことなのに？君だって。ところで私、学校には遅刻したくないんだけど。なるほど。ここって横浜？どうかな、本当に僕もよく知らないんだ。ちょっとした儀式のようなものがあるんだけど付き合ってくれない？それどのくらい時間かかるの？ほんの数分で済む。わかった、いいよ。階段塔にはいくつかのルールがある。この島に訪れたばかりの人には最初に出会った住人がそのルールを説明するのが決まりだ。僕の時もそうだった。君、名前は？真鍋優。忘れたの？もちろん覚えてる。これも儀式の一部なんだ。ここは捨てられた人たちの島だ。この島を出るには真鍋優がなくしたものを見つけなければならない。捨てられた人たちの島ってどういうこと？そのまんまじゃないかな。この島にいる人たちはみんな捨てられたんだよ。人間を捨てるってどういうこと？知らないけど、よく言うよね、恋人に捨てられるとか会社に捨てられるとか。七草も捨てられたの？うん。君もね。誰に？知らないよ。知らない人に捨てられるなんてありえる？興味深い疑問だけどね。学校に遅刻したくないんだろ。歩きながら話そうか。どこ行くの？僕よりはもう少しだけ事情に詳しい人のところだよ。どんな人？会えばわかる。それにしても今朝の気温おかしくない？君、今が何月だと思ってるの？8月でしょ。もうすぐで9月になるけど。いや、実はもう11月なんだ。わけがわからない。全く同感だよ。